2012年ボーイング727型機墜落実験は2012年4月27日にメキシコバハカリフォルニア州で行われた旅客機の墜落実験である。ビッグ、フローと名付けられた無人のボーイング727に多数のカメラやダミー人形、計測機器を搭載して行われた。この実験はイギリスの放送局、 チャンネル4と番組制作会社のドラゴンフライによって150万ドルをかけ、アメリカ国防総省のミサイル計画従事者や元アメリカ海軍特殊部隊出身者を含めた400名のチームを結成して4年かけて行われ、チャンネル4で放送された。この実験の目的は墜落時に機内で起きることを把握し、自動車と同様衝突試験によって 航空機の安全性を高めることであった。実験機は40万ドルで購入された1974年製造の中古のボーイング727から212型機でありビッグフローと名付けられた。この機体の機体記号は XBMNB であり、ボブドールの1996年の大統領選挙運動に使用された機体でもある。 実験にこの機体が選ばれた理由として、727型機が当時の運行に多く使用されているボーイング737に類似しており、機体後部にエアステアがあり、乗員がパラシュートで脱出することが可能であったためである。実験場所としてアメリカではなくメキシコが選ばれた理由は、連邦航空局が実験の実施を許可しなかったためである。 当初は離陸から墜落まで遠隔操作で操縦して行われる予定であったが、メキシコ当局は墜落地点が砂漠であっても機体が人口集中地域を飛行操縦しなければならないため、飛行中は人間が操縦する必要があると要求した。この要求の解決策として退役軍人を搭乗させ、墜落地点の数マイル前の地点で機体から脱出させることとなった。 遠隔操作の信号は150ヤードまでしか届かなかったため、機体の付近を小型機が飛行し、その機内からラジコン用の携帯無線機で遠隔操作することとなった。誰も死亡することなく、機体をバラバラに着陸させるために、ブリティッシュエアウェイズ38便事故とトルコ航空1951便墜落事故を参考として計画された。実験する機体には、 墜落による機体や人体への影響を調べるため、カメラや32カ所にセンサーのついた一体約120万円のダミー人形15体が乗せられた。また、安全上の理由から墜落地点周辺にはメキシコ軍やメキシコ警察のほか警備チームが配備された。実験機はメヒカリにあるメヒカリ国際空港から6人の乗員とともに離陸し、 計画通り小型機が追従した。航空管制官は従来であれば安全なフライトを。というところ挨拶に困り、さよならと言って行進を終えた。機体は最初はキャプテンのジム・ボブ・スローカムによって操縦され、約60マイル飛行した後に副操縦士と飛行技師がタンデムジャンプを行って脱出した。その20マイル後にスローカムは機体を北に向けて、 右折させ、墜落地点から8マイル離れた高度4000フィートの地点でスローカムが脱出した後、アメリカン航空に勤めていた元アメリカ海軍の操縦士であるチップシャンリによってセスナ機から遠隔操縦された。シャンリは遠隔操作のリモコンを見て、これは模型航空機を操縦するものじゃ。と尋ねると設計日誌であるバーン・ニー・バーネットはプラモテンで買ってきた。 送信機だ。と答えた。シャンルは、機体の尾翼エンジンの出力をほぼ無効にし、通常の着陸よりも、はるかに高速である1500フィート、踏んで降下し、地面に墜落させた。墜落時に、機体は、時速140マイルで衝突した。衝突によって、機体の全部が洗断され、前方11列の座席が引き裂かれた。連邦高速5号線沿いに置かれた。 実験機2016年3月撮影実験により操縦室と最前列から7列目までの乗客が死亡する確率が最も高くなり中央部の乗客は脳振動や足首の骨折を引き起こし最高列から5列目までにあたる後部の乗客は自力で歩行して脱出する可能性が高くなることが判明したこの結果は 航空事故が発生した場合生存する可能性が低いという多くの人が信じていることが迷信であることを示している。緊急着陸時の姿勢としてはどの体制でも怪我をするが現在航空会社が推奨している頭部を守り衝撃に備える姿勢が最も効果的であるとされた。また実験は乗客が緊急時に脱出する方法を知ることの重要性を強めた。 この実験に関するテレビ番組は、ディスカバリーチャンネル、チャンネル4と、ドラゴンフライ、プロジー弁ンで制作された。ディスカバリーチャンネルでは、好奇心の扉シリーズの1話、プレーン、クラッシュとして2012年10月7日に2時間、放送され、ジョシチャールズがナレーターを務めた。チャンネル4では、ザ・プレーン、クラッシュとして2012年10月11日に1時間35分、 放送された。ネパールで起き、7人のイギリス人が亡くなったシーターや601便墜落事故の1週間後に放送されたため、イギリス国内で批判を浴びた。日本国内では、ディスカバリーチャンネルで2012年11月6日に、好奇心の扉、航空機事故は解明できるのか、として放送されたほか、2020年4月20日に、日本テレビ系列の 世界丸見え、テレビ特捜部でも放送された。ありがとうございます。